私の結婚を確信したっていう、そういうふうな、実例がありまして、これは K さんという方なんですけれども、K さんはですね、この心の傷というふうなものを持ってましてですね、それをその催眠や瞑想によって癒していくことができたと。で、瞑想、催眠や瞑想をしてですね、癒していってですね、で、自分の理想のパートナーっていうのはどんな人かっていう条件リストを書くという、そういうのをこの結婚力集中プログラムの中でやるんですけども、そうしていったところですね、で、その条件リストを書いて、でそういうふうな人に向けて意識の意味を送るわけですね。そうするとその人がやってくるんですけども、でそうすると条件リストの 90% 以上を目指す恋人が熟成しまうといいと思いますよ。なんか自分が結婚しようと思った時に、でも旦那 このあそこがいい、ここがいいとかって感じでですね、大抵の場合にはその3項目ぐらいが合うと、あ、この人が私にぴったりだみたいな感じですね。もうですね、で100項目揃うととても素晴らしい結婚ができるって言った時にですね、大体3項目ぐらいでですね手を打っちゃったりするんですよ。でそうすると恋は盲目っていうんで、その残りの97項目はあまり気にならなくなってきてですね、どんどん燃え上がっていくんですけども、ところがお付き合いをしていくうちにですね、なんていうんですか、この方を逃したら私のもとにはもうその人以上の人やってこないとかっていうような感じになってですね、結婚しちゃうんですね。でそうすると結婚するとさらにその97項目のいろんなところから不満の討論が噴出して、やがて喧嘩が多くなってきてですね、ほんで、別居状態になってやがて離婚とかっていう感じみたいなことですけども、で3項目ぐらいじゃなくてそれが10項目ぐらいってことはどんどんいいふうな感じになってきてですね、で 90% 以上満たすともっと良くなってきちゃうというような感じになってるんですね。ですからなるべくその自分がどんな条件をもう相手に求めてるのかっていうのをですね、しっかりと列挙してですね、でそれにそういったエネルギーを送ってますと、この意識の力を使うとですね、その自分にぴったりの人がどんどんやってくるようになってくるんですね。でこの K さんという方はですね、自分の心の状態を癒してい、ってですね、婚活パーティーに行ったところですね、指名独占状態、これ2回もついてしまった。だからその婚活パーティーに行くと一番最後に誰とお付き合いをしたいですかっていう紙に書いて投票してですね、そのぴったりとマッチングするとその人とお付き合いができるっていうんですけど、この女性のこの K さんはですね、男性全員からですね、自分は絶対嫌だなと思う人以外全員からですね指名していただいたんです。そんなことが起きたらものすごく自信持てちゃうんですよね。でそれが1回だとまぐれでしょうっていう感じですけど、2回起きてしまったり、でまたこの方はですね、自分が理想としている、人が自分のことをなんか褒めてくれてですね、慕ってくれる人とかっていう、こういった人を、自分の中で思い描いたら、実際にそういう人がやってくるんだろうかと思ってですね、で旅に出たところですね、そういう人に出会っちゃいましてですね、でもその中でその年下だったんですね、その人よりも。この30代の人だったんですけども、18歳だからの人がやってきてくれましてですね、で18歳の人に35歳のこの K さんがですね、綺麗ですね、素敵ですね、結婚には年齢は関係ないんですよとかって思いっきりですね、褒められてしまったとかっていうふうなことが起きたりなんかするんですよね。ですからこういうきちっとした意識のエネルギーを送ると、ちゃんとした人がやってきてくれるんですよ。でこの方は自営業をやってましてですね、でビジネスの大成功というふうな感じの方なんですよね。でこの前、メールをいただきましてですね、でなんかこれだとさっきうまくいったんですけどですね、表示どうやってやるのか、これ全体表示をするっていうのはどうやってやるといいのかね、挿入フォーム、表示閲覧モード、これか、これで、ズーム240倍、ズーム190倍、300が一番大きい。でその日々の自己催眠101時間というのを先日10週目に入りましたとか、100日間をもう10回続けておりますみたいな、ね、催眠療法をやった時にこういうワークブックをお渡しするんですけども、それをですね10週目に入りました。2008年の夏に初めてアレンスの催眠療法を受け、その後は瞑想セミナーにたまに参加していました。その頃は瞑想したりしなかったりするので、
自分の得意なことは伸びるけど本当に改善したいところはあまり変わらないという状況、もういい加減逃げるばかりの日々はやめようと2014年の夏、6年ぶりに催眠療法を受けました。その際に101日間のテキストをいただき、この催眠療を受けた時にはなかったんですけども、自分なりにやってきて変わりなかったのだから今度こそプロのアドバイスを素直に聞こうと、先生の言う通りにやってみようと思い翌日から開始しました。でその時にうまくいかないのを思う環境のや周りのせいにするのはやめようと、自分の人生は自分で作っていくんだと決意しました。そして先生が勧めるんだからこれを続けていけば変わるだろうと思いました。口じゃこの100日間を10週ぐらいやったらすごく変わるんだろうなと思って、なんとなく10週することを目標に立てました。2017年の現在10週目に入ったところですって感じですね。ただ毎日ひたすらやり続けました。祖母が亡くなった日もお葬式の日もしました。何か大事なことがあるときこそ心の状態を良くしてから望んだ方がいいと思って、そうしたらいつの間にか変われました。何もかもが望み通りになっていました。今朝の自己催眠の時も、あなたはもう当たり前のように自分を信じているねと、そうなれたんだねとガイドに言われました。そうか、変わるっていうことは変わったと思うことじゃなくて、それが当たり前の状況になるんだと、なんていうんですか、気づきました。私は今常に自分を大事に扱い、周りからも大事に扱われ、家族を愛し、家族に愛され、自分の好きなことを仕事にして収入上がり、好きな土地に立つ、好きな家に住み、質の良いお客様に恵まれ、友達も多く仲間がいて、異性から好意を寄せていただいたり、周りから憧れていただいたり、私がどんどん幸せになっていくことを周りが喜んで応援してくれるという状況が当たり前です。毎日今日も幸せだったなと思って眠りついています。日常生活に不平不満がないので、どうしたらもっと周りの方たちにご恩返しができるか、自分にさせていただけることはないだろうかということを考えていました。日々の自己催眠って、毎日小さなハードルを飛んでいたら傷ついた時にはすごく飛べるようになっていたみたいな感じだと思うんです。それこそ1ミリくらいな、飛んでいるんだか飛んでいないんだかよくわからないな、小さなハードルをただひたすら毎日飛んでいました。そうしたらこうなっていました。私はこれからも続けていきます。100中続けたらどうなっちゃうんだろうと今から楽しみです。で、私にとって自己催眠をしない生活の方が苦しいです。今朝は自己催眠の時に感じたんですけど、1日のうちに20から30分間の時間さえ自分のために使えないのなら、それは仕事もできないだろうし、人間関係もうまくならないだろうかなと。逆に言えば、こうして先生たちが一番簡単で最大限の効果を発揮するものを教えてくださった。1日20から30分の時間だけで人生を変えられるなら、こんなラッキーなことはないと思ってきますけどね、というふうな感じでですね、催眠療法やったりとかですね、癒せだったりなんかしてですね、そのすごい、人生、素晴らしい、その毎日が楽しい人生になってしまったっていうケースなんですけどですね。